私はパニコ、35歳です。昨年から地域の貧困家庭や子供たちに笑顔を届けたくて、子供食堂ニコニコを運営しています。それまでは大手企業で働いていたんだけど、人の役に立つことをしたいってずっと思っていたんだよね。このニコニコが子供たちにとっての第二の家庭になってくれればいいな、なんて思っているの。ここに来る子供の中には難しい事情を抱えた子供もいます。少しでもそんな子供たちの笑顔を見たい。それが私の希望です。そんな子供たちの母親代わりになっているのが、私の母とスタッフのゆうなさん。ほらほら、あんたたち、お箸の持ち方がなってないね。正しい持ち方はこれだよ。ほら、真似してごらん。おや、あんたはお魚を食べるのが苦手みたいだね。ここを持って骨を取るんだよ。そうそう、上手にできるじゃないか。母は子供たちのお箸の持ち方やお魚の食べ方も指導したりしてね、私と一緒に楽しみながら手伝ってくれているんです。他にも数名のスタッフが私の思いに賛同して手伝ってくれているの。本当にありがたいです。パニコさん、今日は暑いからお昼はカニカマとシソの天ぷらを乗せたそうめんなんかどうかしら。いいかも。カニカマでタンパク質も取れるし、子供たちもカニカマは好きだしね。夜はハンバーグにしようじゃないか。リクエストが多かったんだよ。そうね。じゃあお肉とお豆腐を混ぜたハンバーグにしよう。皆さん、今日もよろしくお願いしますね。ニコニコは365日経営。運営、正直言うとそれはもう大変ですよ。でもね、なんとか寄付や地元農家さんたちの協力があるので運営できている感じ。この町の人たちは心温かい人が多いから、毎月嬉しいほどの寄付金が集まってきます。そして世の中にはこんなにちゃんと食事ができていない子どもたちが多いんだって実感させられます。ニコニコは貧困家庭の子どもはもちろんだけど、親御さんが忙しくて一人で食事をしている子、子育てに疲れている親御さん、それに一人暮らしで偏った食事しかできない人も利用可能。食事は生きていく上で大切なことですからね。だからこそニコニコはこの町に必要なんです。そんなある日の昼のこと、60代の女性花よって人がニコニコにやってきたのよ。ここね、人気の食堂って。いらっしゃいませ。あら、メニューはないの？はい、こちらは子ども食堂ですのでメニューはないんです。そうなの？私引っ越してきたばかりだからよく分からなくてね。ただここの食事が美味しいってご近所さんに聞いてきたのよ。私ね、お友達作りだけは得意でね、先週引っ越してきたけどもう近所に38人お友達ができてね。でもね、私年金生活でね、しかも料理はちょっと苦手で、だからなかなか栄養のあるものも食べられなくて。そうなんですね。今日のお昼はししゃもフライ定食になります。じゃあそれいただくわ。この食堂のシステムなんですが、初めての利用の人には食堂システムを説明するのですが、あら、ちょっとごめんなさい、お友達から電話が来たわ。もしもし。スマホを取り出して話しながら一旦席を離れてしまった花よ。その電話のせいでうちのシステムを説明することができなかったの。何せお昼の時間帯、そのままお店は大忙しになってしまってね。スタッフも気づかないうちに花よの姿は忽然と消えていたわ。綺麗に食べた後の食器だけは残っていたけど、この花よが私たちを呆然とさせる出来事の張本人になるとは、この時は思いもしなかったんです。花代が来店したその日の夜。いらっしゃいませ。どうも、昼間はごちそうさまでしたね。また花代がやってきたんです。はい、お昼の時にうちのシステムについてお話しできなかったようなので改めて。私がシステムについて話そうとすると
花代は話を遮りました。ここは子供食堂って話でしょ。はい、それで子供がいればいいのよね。これ私の息子。花代の隣にはものすごくタプタプした男性がいました。40代半ばって感じかしら。大志って言うんだけど、この子とっても繊細な子でね。はい。外で働くこともままならないの。はあ。見た目ではわからない病気もあるし、そういうことなのかしら。それはともかく、まずは説明をしないと。それではシステムを説明させていただきます。私はそう言ってニコニコのシステムを2人に話したんです。でもね、話を始めるとあくびして居眠りしてスマホゲームして全然話聞かないの。あの話ちゃんと聞いて。もう分かったわよ。大使がお腹を空かせてるの。早くご飯を持ってきてちょうだい。花代はそう言ってテーブルをトントンと叩いたんです。わかりました。それではシステムでわからないことは聞いていただいても構いませんし、壁にも貼ってありますから、ゆっくりお読みになっててください。わかったわ。さっさとご飯にして。テーブルに食事を運ぶと大使はガツガツ食べ始めてね。ただ飯最高。私は再度二人のテーブルのところへ行きました。あのシステムの方はご理解いただけてますよね。ここは子供食堂だって言いたいんだろ。大丈夫大丈夫、俺は永遠の少年。とりあえず俺は腹減ってんだ。朝飯10時30分に食ったっきり昼抜きだから、もう8時間半、510分食ってねえんだよ。3万600秒も耐えていたんだからな。しかも朝はカロリーバー1本、378キロカロリーのやつ6本だけだ。朝2268キロカロリー摂取したっきりなんだよ。ああでも一緒に炭酸100ミリリットルあたり49キロカロリーのやつ500飲んだから245キロカロリーも取ってれば。でもあとは水だけだ。ほら見ろ、俺はまだ2513キロカロリーしか摂取していないんだからな。突然数字を羅列されてわけわかんなくなっちゃった。そしてまたこの時も2人は私たちが忙しくなったのを見計らったかのように食堂から忽然と消えたんです。あの2人、あれはやばいと思います。みんなで相談してしばらく様子を見ることにしたんだけど、案の定翌日もその翌日も2人はやってきたんです。それも朝昼晩の3回ね。するとね、母が私たちにこう言ってきたの。パニッコ、あの二人はわざとだね。うちのシステムは理解しているはずだ。分かっててあえて悪さをしてるね、ありゃ。そうよね。こりゃ対策が必要さね。確かに。それにここはただの食堂じゃない。子供たちを救う憩いの場所なんだからね。だからね、私は思いついたんだよ。こういうことにしようじゃないか。ゴニョゴニョゴニョ。予想外の展開になりそう。それいいですね。さてお二人さん、どうなるか見ものね。いしし。それからも花代と大使は毎日毎食通ってきたの。花代さん、大使くん、うまいかい？おかわりもらいたいんだけど。はいはい、どんどん食べてね。母はニコニコしながら笑っていない目で二人に食事を提供していたの。見ている私たちはかなりイライラしていたけど、計画を実行するまでは我慢我慢。そして花代と大使が食堂に通い続けて1年が経った頃、いよいよ計画実行のタイミングがやってきました。二人がいつものようにのこのこやってきましたよ。あー、今日も美味しかったね。大使、あんたずいぶん食べたんじゃない？おかわり3回もしたからな。もうお腹いっぱいだよ。夕飯まで何しよっかな。どーれ、じゃあ帰ろうかね。2人が席を立とうとした瞬間を私たちは見逃さなかったわ。花代さん、大使さん、今日のご飯はどうでした？今日も美味しかったわ。いつもならこっそり帰れていたはずなのに、
私に声をかけられて焦ったようです。アジフライは皆さんが大好きなメニューの一つなんですよ。ふわふわした肉厚の身が美味しいってね。あ、そうね。大使さんもたくさんおかわりしてましたもんね。おご満足いただけたようでよかったです。じゃあこちらよろしくお願いします。そう言って私は二人の前に一枚の紙を差し出しました。な、何これ。ちょっとどういうこと。花代はその紙を見て思いっきり驚いていたわ。どうしたんだよ。驚いた花代につられて大使も紙を見たの。はあ、なんだこれは。あら、見てわかりませんか。請求書になります。だからどうして請求書。先にご説明しましたよね、うちのシステムについて。それから壁のあちこちにもうちのシステムについて貼ってありますよね。でも ここは子ども食堂でしょうが。そうですよ、子どもたちを救う子ども食堂です。決して普通の食堂ではありません。子供を連れてくれば問題ないんじゃないの。子育て中の親御さんのためにあるのであって、働けるのに働かない子供を連れてくる40代と60代の親子のためにあるわけではないのよ。働けるのに働かないって大使の何がわかるっていうの。働かずにギャンブル生活っていうのは知ってますよ。そう、大使は事情があって働けないわけではなく、働かずにギャンブル通いだったの。私たちこの1年2人についてちゃんと調べたんだから。朝から晩までギャンブルして、食事時になるとここに来る。食事代を払うこともせず当たり前のようにただ飯を食らう子供だというなら、どんなしつけをしてるんですか。でもそうだとしても、この219万っていう金額は一体何なんだよ。だからちゃんとシステムを把握してくださいって何度も言いましたよね。うちのシステムは一食、幼稚園までは100円、小学生は200円、中学生は300円、高校生は400円、高校までの子供がいる場合、一緒に来た親御さんは500円、それ以外の方たちは全員1000円です。ほら、ここにもここにもここにも書いてあるでしょ。私はそう言ってあちこちの壁を指さしました。お二人は1日3食ご利用いただいています。1000円かける2人分かける3食分かける365日の計算で合計219万円になります。こんなの払えるわけ。払えないって言われてもなんとかしてもらうしかないね。そんなこと言ったって俺も働いてないし、いや今更働けないし。それならうちでボランティアしな。ちょうど人手も足りなかったところだ。あんたらに手伝ってもらおうじゃないか。でも私料理は苦手で。俺も働いたことなんてないし、人の相手は苦手なのに。苦手なことをしてもらおうとは思ってないわ。あなたたちの特技を生かして私たちの活動に参加したらどうかって言ってるの。どういうことかしら。ここは誰もが笑顔で集える場所にしたいの。でもね、遠慮したり身構えちゃったりして、なかなか足が向かない大人も子供もいる。だからそんな人たちにも気軽に来られる場所だって思ってほしいの。その手助けをしてくれないかしら。でも俺なんかじゃ。いいえ、あなたのその計算能力。あなた大学出てるわよね。ここに来る子供たちの中には保護者が帰ってくるまで宿題をしながら待つ子もいるわ。貧しくて塾に通えない受験生の中学生なんかもいる。その子たちに勉強を教えてあげてよ。大人の相手をするんじゃない、子供たちを見てほしいの。あなた永遠の子供でしょ。いやでもやってごらんよ。あんたならきっとできるさ。俺なんかが。あんたみたいな大人だからこそできるのさ。どうだい。わかった。それから花代さん、料理はしなくていいわ。その代わりそのコミュ力を生かして広告になってよ。広報ってやつね。
私仕事なんてしたこと。あんたのおしゃべりとコミュ力なら心配ないよ。この店には高齢者も話し相手を求めてよく来るんだ。話し相手になっておくれよ。私らは忙しくてまともに話し相手になってやれなくてちょうど困ってたところなんだ。私にもできるのかしら、人様の役に立つなんてことが。やってみなきゃわかんないわよ、イシシ。というわけで翌日から2人はお店のエプロンをつけて働くことに。そしたらね、子供たちはこぞって大使に勉強を聞きに行くように。しかもゲーム、電車、アイドル、漫画、ネット情報、動物、世界遺産など幅広いジャンルの話ができる物知りおじさんって大人気に。おかげで喜んで子供を連れてこれると保護者の方からも寄付もたくさん集まったし、子供たちも気軽に入りやすくなったみたいで、夕方からは子供たちに大盛況。そして花代さんは高齢者とすぐにお友達になり、朝から昼間にかけてお年を召したお客様の集いの場にもなっているの。花代さんとここで話すために外出するようになり、介護が必要なくなったり、自分で自分のことをできるようになる人が続出。食堂はいつも笑顔と笑い声に包まれるようになったのよ。あんたたちのおかげでここも軌道に乗ったようだね。ほんとほんと、ただ懸命に食事を提供していただけの場だったのに、今じゃ笑顔が集う場所になったね。俺、謝っても許してもらえないことしたのに。私たち悪いことをしていたのに。いいのよ、あの時あなたたちがここに来たってことはきっと心に何か抱えていたってことよ。経済的に困っている人だけが来るところってわけじゃないの。心が困っている人だって来てもいいところだもの。ありがとうございます、ありがとうございます。俺、自分なんて社会に必要ない人間だと思ってた。この世は出来のいいやつだけのもので、俺みたいなやつの味方は母さんだけだってそう思っていたのに。誰だって変われる、誰だって生まれ持った特技ってものがあるんだよ。生まれた意味は人それぞれ違うし、価値がない人間なんていないのさ。皆さん本当にありがとう。大使と花代はポロポロと涙を流していたわ。本当、2人ともここに来て変わったわ。ほら、泣いてる場合じゃないよ。そうね、今日は受験生の愛花ちゃんが大使さんに勉強を教わる約束になってるでしょ。ほらほら、コンパス用意しといて。はい。花代さんも2丁目の佐久間さんが数独勝負しに来るんだろ。ほら、涙拭いて。今日こそは花代さんに勝つって意気込んでいたから負けちまうよ。佐久間さん、旦那さんを亡くされてから10年以上引きこもっていたのに、ここに来てから外に出られるようになったんだから。あんたのことを親友だってこの前他のお客さんに紹介していたんだからね。そんなこんなで1年が過ぎ、2人はもうとっくに食事代分以上の働きをしてくれています。でもね、食事代分を返し終わったって告げても2人はずっと居続けてくれたの。おいしいおいしいまかない付きだってのもあるんだけどね。ここに来るみんなが笑顔でおいしいご飯を食べられますように、私は常にそう願いながら今日もここで頑張ります。皆さんも何かあったらニコニコへいらしてくださいね、イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。